Everyone is a hero in Krobi World。 武道武術ファンの皆様こんにちは。クロービーワールド監督の西冬彦です。この度月刊秘伝の YouTube 動画アワードグランプリをいただき誠にありがとうございます。とても嬉しいです。今日はクロービーワールドを紹介させてください。 YouTube チャンネル登録者80万人、そのうち 80% の65万人は海外の視聴者。そんなクロービーワールドですが、その始まりは一本の映画でした。2007年に劇場公開された映画クロービーです。映画会社のバイヤーだった僕が日本映画を世界に発信するために選んだのが武道、その中でも伝統的な空手道でした。世界が驚くような空手を演じるのは俳優にもスタントマンにもできない、本物中の本物の空手家でなければならない。そう信じ続けた僕の前に現れたのが松濤館流の中達也先生と沖縄豪住流の八木昭仁先生でした。おかげで全世界で評価される素晴らしい作品になりました。この映画クロービーの精神を YouTube に持ってきたのがクロービーワールドなのです。全世界の視聴者に向けて毎週35カ国語の字幕をつけて配信しています。クロービーワールドを代表するシリーズといえばグレートジャーニーオブ空手です。今の空手と昔の空手、一体何が変わったのか、それを中達也先生と探求する旅です。最初に訪ねたのは空手のふるさと沖縄です。沖縄空手界の重鎮ともいえるすごい先生方にお会いしました。グレートジャーニー2では泊まり手の山城義朝先生、中国武術の宮平保先生と会いました。早いですね。グレートジャーニー3ではついに中国へ。福建省で五祖剣の先生方と出会い、少林寺にも行きました。もう一つの人気シリーズが大いなる遺産です。和道流空手の大塚博則先生、沖縄豪住流空手の比嘉女森尾先生、少林寺拳法の総本山にも行きました。荒井恒弘先生、井上博夢先生、驚きました。やっとこうこっち取ろうとしますから、はい、思った時にただなんとなくこうだ、はい、こうだ、山並みこの線見て下がる。すごい。ジークンドーの石井東吾先生と中国武術の宮平保先生も交流。ワンインチパンチと八極拳、めっちゃ刺激的な出会いでした。ボクシングの世界王者村田亮太選手と中達也先生の交流もありました。村田選手が中先生に武道的身体操作を習ったり、中先生がボクシンググローブをつけてミット打ちをしたり、大反響でした。現在編集中の最新作は大いなる遺産中国武術。太道の指導者であり柔道整復師でもある中野哲司先生が人体という観点から宮平保先生の技を徹底的に分析します。映画クロービーから始まったクロービーワールド、さまざまな武道ヒーローたちの技と人生が交差し合う、まさにクロービーシネマティックユニバース。これからも全世界へ武道と武術の魅力を発信していきますよ。 Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた。
クロービーワールドでお会いしましょう。